あの例えば私みたいな仕事だともう虐待案件ってやつやっぱりいっぱい扱うんですよ。で虐待案件っていうのいっぱい扱ってるけど、虐待されてる男が一番好きっていうケースが一番よくあるんですよね。はい、でそれは行動だけを見ると分かるけど、本人はもちろんそんなこと思ってない。まあ、それをその古くから の用語で言うと、例えばね、何誘拐された男の味方をしちゃうっていうのがあったり、ストックホルム症候群って言うんだけど、ああいうイメージの方が分かりやすいかもしれない。でそれっていうのを自分で見るのはもうすごい。例えばお父ちゃんお母ちゃん兄妹っていう4人がおったとしたら、男尊女卑の一家だとして、じゃあそうしたら妹が父親を嫌うとか罰だとか、これは一人よくあるんだけど、でもそれっていうのは裏には父親に一番認められたいのは妹なんですよね。で兄よりも優遇してほしいわけよ。うん、でももう父親は嫌いっていう頭にも固定してるから、自分が、はい、父親のことは好きだよ、何言っとんこいつって言われるから、はい、そんなわけないじゃんって言われるけど、いやいやいや、よく考えてみみたいな。